大暗室プロローグ独猿の巻三人の漂流者見渡す限り白雲一ひ,ひらもない一面の青空見渡す限り白波一つ砕けず ただ絶え間なく小じわを刻む海原。中天にかかった初秋の太陽からさんさんと降り注ぐ陽光に、海面はまぶしい白金色だ。どちらを向いても、糸ほどの陸影もなく、ただ途方もなく巨大な円を描く水平線。空も丸く、海も丸く、世界というものが、 その他にはなくなってしまったかのようであったその太陽の真ん中に何か消し粒のようなものがポッツリと浮かんでいた一層の小さなボートである火事は壊れ1本の貝すらも見えず。 ただ波の間に間に行く手定めず漂流する小舟。そのボートの中に3人の疲れ果てた人の姿があった中にも年長とおぼしき3 5五6歳の口ひげ美しい紳士は本当の病人らしく土毛色の顔をしてぐったりと船底に横たわっていた 洋服の上着を脱いで枕にしてワイシャツの胸が恐ろしいばかりに波打っているあとの二人も疲労と飢餓のためにほとんど半病人であった1人は323歳の目の鋭いわし花の講談師もう1人は同年配のひどく色の黒いがっしりした骨組みの子男 服装から判断すると三人のうちでは一番身分の低いまあ召使いといった感じの人物である二人ともワイシャツ一枚になって物言う力も失せたようにぐったりと船べりに寄りかかっていた「天地に波のほかには動くものなく波のほかには音もない」。 恐ろしいほどの静寂大曽根君陸はまだ見えぬか船底に横たわっている病針肢の無残に乾いた唇がかすかに動いたうんこのボートはどちらへも進んでやしないんだからね。 陸地に近づくはずもないんだ大曽根と呼ばれたわし花の青年紳士は捨て鉢な調子で腹立たしげに応えるすると召使いらしい色の黒い男が見かねたように横合いから口を出した「しかし旦那様私が待っていますのは陸地ではなくて汽仙でございますよ」。 ここはまだ気船の定期航路からそんなに遠ざかっているとは思われません。今にきっと気船の影が見えます。大きな船が我々を救いにやってきます。クルス君は楽天家だな。たとえ気船が通ったって遠方からこんな小さなボートを見つけてなんかくれるもんか。人々は。 また黙り込んでしまった。病心誌のワイシャツの胸が一人苦しげに波打つばかりである。くるす。水。水。しばらくすると病人の唇から苦悶の声が漏れた。ないと知りつつ。 乾きの激しさについ夢うつつにくちばしるのだ。旦那様、水は一滴もございません。どうか、もう少し我慢なすってください。もう少しです。なんという地獄であろう。一滴もないどころか、船の外は見渡す限り、水また水である。 しかもそのの水が飲めないのだ。この渇きに海水を口にすれば喉はたちまち燃え上がってしまうに違いないああこの海へ飛び込んで溺れ死ぬまで思う存分水を飲んでやりたいな大曽根は船べりにもたれ食い入るように海面を見つめながら。 絶望の端正を漏らすのであった。明治四十三年十月下旬。台湾航路の客船、宮古丸が。紀雲から長崎へ帰港の半ば。時ならぬ大愚風にあって。数十人の船客、船員もろとも。東シナ海の木屑と消えた陳事は。 30年を過ぎ去った今日でもまだ年配の人々の記憶にまざまざと残っているほどの大事件であった当時世界的旅行家として知られていた有明智貞男爵は親友大曽根五郎と家父来栖左門を伴って南子旅行の危と台湾で熱病にかかり やや回復するのを待って早々帰国の途上運悪くも難破船都丸の先客となったのである深夜ベッドから投げ落とされて目覚めた時には船はもう工夫のただ中にあった三人手を取り合って甲板に駆け上がってみれば あやめもわかぬ闇の中に泣き叫ぶ嵐うなりわめく怒とう船は右に左に代わる代わる横倒しになり山の絶頂に乗り上げたかと思えばたちまち奈落の底へ突き落とされ船体の何倍とある化け物のような大波にのまれた時は甲板そのものが深い海の底も同様であった。 大自然のの暴力と汗みどろの苦闘数時間、やっと工夫の絶頂を通り越したかと思う間もあらせず船は暗礁にぶっつかって潜伏に大穴が開きまだ静まらぬ嵐の中をみるみる波間に没してゆくのであった甲板からは船客を満載した救命艇が次々と土涛の中に釣り下ろされたが 船底が水面につくかつかぬにものすごい悲鳴の合唱を残してどのボートもどのボートも大波にのまれ黒い海の底へと消えていった有明男爵たち3人も一度は海へ振り落とされたがさすが冒険旅行家の沈着3人が3人とも 潜伏したボートに死に物狂いにしがみついて離れなかったそれから闇と怒とと烈風と辛い塩水の中にもまれもまれて無我夢中の数時間白白と夜が明け放たれる頃には昨夜の嵐は夢かとばかり静まり返った大海原の真っただ中 水平線を血のように染めた日の出の中に行く手定めず漂っていた嵐の逆にそよとの風もない恐ろしいほど静かな二日が過ぎて今日はその三日目である有明男爵はせっかく回復期にあった熱病を 一夜の水浸しにぶり返してその上上と渇きにせめさいなまれ今は瀕死の渋滞であったあとの2人も病人でこそなけれ丸二昼夜飲まず食わずの漂流にもうガキ道の苦しみである胃袋に鋭い刃物で刺すような激痛を覚え唇はひび割れ 下は焼け焦げた石のように固まって目の前のまんまんたる海水をふぐ大天の敵とばかりにらみつけているのだ話に聞く人間と人間とが共食いを始めるのはちょうどこういう時なのかもしれない。 気活の絶頂に達した目の前にまだ十分水気を含んでいる柔らかい肉塊が転がっているあの獅子村に食らいついてむさぼり食らったらふとそんな野獣の心が芽生えないとは限らぬのだ渋滞の有明男爵は別として大曽根や来栖の顔には 何か忌まわしい野獣の総合が現れ始めていた。落ちくぼんだ目は飢えた狼のように光り始めていた。おい、もう我慢ができない。俺はやるよ。君も遠慮なくやりたまえ。大曽根は不気味につぶやいたかと思うと、 腰の革帯を取り外したその皮帯にはバンチ旅行護身用のピストルの革サックがぶら下がっている大曽根はとうとう気が狂ったのであろうかそのピストルを取り出して病談爵かクルスかの一人を撃ち殺し我が身の上をしのごうとするのではないのかクルスの顔がハッとしたように青ざめて 思わず防御の身構えをした <laughs> 俺はもう昨日からこれがかじりたくて仕方がなかったんだよ大曽根は照れ隠しのように笑ったかと思うといきなり川帯の端を口にくわえて。 がしがしとかじり始めたのであるクルスもホッとしたように笑いだした「ああよかった気が違ったのではなかった人殺しをたくらんだのではなかった」彼もまた自分の川帯を取り外すと2人の立派な男が2匹のネズミででもあるように 音をそろえて獣の皮をむさぼり食らうのであった極悪人有明君君もやってみないかいくらかしのぎになるようだぜ大曽根は皮帯をしゃぶりながら 病男爵の土毛色の顔を覗き込んだいや僕はもうダメだ君たちと一緒に生き延びる力はない男爵はうつろな目を開いてギレギレの言葉で苦しそうに言って かすかに首を振ってみせるのだ。旦那様、気の弱いことをおっしゃってはいけません。どうか、東京にお待ちになっている若い奥様のことをお考えくださいませ。もし、旦那様に万一のことがありましたら、京子様は、忠義者のクルスは、主人を励ましたいばっかりに、 かえって病男爵を悲しませるようなことをつい口にするのであったうんお前に言われるまでもない僕は京子のことだけが気がかりなのだあれは僕が死んでしまったら全く身寄りのない 寂しい身の上なんだからねもう自制心を失った冒険児のまぶたに不覚にあふれた涙が痩せ衰えたこめかみを止めどもなく流れ落ちたしかしそれを拭おうともせず涙は流れるに任せて男爵は苦しい言葉を続けた クルス。僕の上着の内隠しに紙入れがあるその中に細かく折った敬紙が入っているからそれを大曽根君に渡してくれ大曽根君それは京子にあてた僕の遺言状だ。 台北のの病院で書いたのだ。あの病院でもう死ぬのだと思って書いておいたのだ一度は無駄になったがしかし今役に立った読んでくれたまえ。大曽根は来栖の差し出す警視を開いて読み下したが そこには男爵夫人京子にあてて意外な遺言がしたためてあった私の死後お前は大曽根五郎君と結婚して道君の庇護のもとに幸福に暮らしてくれ私を除いては広い世界に大曽根君ほど お前をよく知りお前を愛しているものはないのだからこれが遺書の大意であった大オソ君、くんなにも驚くことはない僕は心から君たちの幸福を願って死んでゆくのだ 君と僕とは、全く同じ激しさで京子を愛した。京子の方でも、僕たちに同じほどの好意を感じていて、なかなか決心がつかなかったほどだ。しかし、とうとう僕が勝った。京子が最後に、 僕の求婚に承諾を与えたからだ。僕は結婚式のさなかにさえも君の失意を思うと心が暗くなった。君は僕にとっては恭子よりも古い友達なんだからね。二人の友情もこれでおしまいかと思うと悲しかった。 だが、君は実に男らしく振る舞ったね。僕たちが結婚して、もう3年になるけれど、君の友情には少しも変わりがなかった。君は全く何事もなかったように、僕の親友として交わりを続けてくれた。 僕は口に出して言わなかったが、どんなに君に感謝し、敬福してたか知れやしない。しかし、大曽根くん、隠さなくってもいいよ。君は心の底で、今も変わりなく、京子を愛している。ただ、 僕への友情のためにそれを少しだって素振りに表さなかったばかりだその苦しさは僕にはよく分かっていたそして君の奥底の知れない自制心に驚嘆するばかりだった今度は 僕の友情を受けてくれたまえ。いや、君のためばかりではない。むしろ、京子のためにお願いするんだ。京子はまだ若い。それに、親もきょうだいもない、とりぼっちの身の上だ。君が保護してやってくれなければ、とても生きていかれる女ではない。 むろん僕の財産はすっかり君と京子のものだよさあ大曽根君僕の耳がまだ聞こえる間に返事をしてくれたまえ京子と結婚すると約束してくれたまえ渋滞の有明男爵は これだけのことを語るのにわずかに残っていた最後の気力まで使い果たしてしまったかのように見えた大曽根はこの異様な提案に答える言葉もないように気の毒そうに瀕死の人を打ち眺めるばかりであったが「さあ早く大曽根君、返事を」とせき立てられると。 ともかくなんとか答えなければならなかった承知したもし万一のことがあれば京子さんは僕が引き受けたから安心したまえしかし君はまだ死にやしないよ大丈夫だしっかりしたまえ大曽根は 友情に満ちた慰めの言葉をかけたが心の内では全く別のことを考えていた「ふんふん、バカ野郎甘いやつだなこの俺に京子をくれようなんていや京子ばかりじゃないあの莫大な財産まで」 のしをつけて俺にくれようなんて。俺が心から貴様の親友だと思っているのかフッ <laughs> バカな。なんぼなんでも、俺はそんなお人よしじゃないぞ。ただ貴様にくっついていなければ、暮らしが立たなかったというまでのことさ。さも親切に見せかけて、 貴様の寄生虫になり復讐の時期の来るのをじっと辛抱強く待っていたのさ。だが、ああ、なんてことだ。この海の真ん中じゃ仕方がない。貴様も死ぬだろうが、俺もいずれは同じ運命だ。遺言状なんて、 ここでは保護も同様だ。百万円よりも、京子よりも、一滴の水の方がありがたい。一切れの肉の方がありがたい。ああ、なんという運命だ。畜生命、どうにでも成り上がれ。遺言状を渡してしまうと、 すっかり安心したものと見えて有明男爵はウトウトと眠り始めたワイシャツの胸が気味悪いほど波打っていた息遣いもいくらか静まったように見えた大曽根とクルスとはぐったりと船べりに持たれたまま飽きることなく命名の川帯をかみ続けていた。 海面にはしばしば大きな魚類の背びれが出没しただがみすみすそれを眺めながら取る術がない針もなく絵もなくてはどうすることもできないのだ昨日は出没する魚類の背中をめがけてピストルさえ撃ってみた大曽根のピストルサックには レンコン型の6連発が水浸しにもならないで残っていたその6発のうちの4発まで発射したのだが弾が当たったのか当たらぬのか一匹の小魚さえ浮き上がりはしなかっただが大曽根はピストルの弾をなぜ2発だけ。 大切そうに残しておいたのであろう。これから先、どんなことでこいつの必要が生じないとも限らない。まあ、無駄遣いはこのくらいにしておこうよ。彼はそう言ってクルスを納得させたのだが、そのピストルが、間もなく、 あれほどはっきり役に立つ時が来ようとは大曽根自身さえ全く予期しなかったに違いない。それから悔やみない波の揺らぎと無限に広い青空と死に絶えたような縮まの中に長い長い一日が暮れ。 おとぎ話の国のように美しい星空の下に乾いた肌に快い夜露を受けて夢うつつの一夜が明けた南戦以来四日目の朝である満天の宝玉が一つ一つその光を失ってゆくにつれ ほのぼのぼとらむ水平線。空と水は首都金色に輝き渡り深紅に燃える大円盤がチリチリと目に見える速度で水平線上を上り始めた飢餓のあまり眠るともなく寒るともなく夢うつつの境にあったボートの人たちにもこの 大自然の恐ろしいばかりの美観が何らかの作用をしないはずはなかったまずクルスが船べりに置き直って首都金色の無限の水平線を打ち見合ったするとおおそこには大自然の美しさばかりではなくて。 もっと現実的な喜びが待ち構えていた。ああ陸だ陸が見えるぞスキバラのクルスにどうしてそんな声が出せたかと驚くほどの大声であった。何陸、とど,どこにどこに大おそは 思わずボートの中に立ち上がろうとしたほどであったあれあれです太陽の右の方すーっと糸のような黒いものが見えるでしょう雲じゃありません確かに確かに陸地ですぜ大声とボートの動揺のために寝入っていた有明男爵も目を覚ました 陸か陸か細くかすれた声ではあったが昨夜の熟睡に病性を持ち直したのか病断爵は案外元気であるええお喜びください陸です陸です昨日見えなかった陸地が今日見え始めたとすれば このボートは動いていたのです。一定の方角へ流されていたのです。我々は潮流の中にいるのかもしれません。すると、ああ、まだ絶望するには早いですよ。怪も火事もなくても、この船は自然と陸地へ近づいていくわけです。 それから1時間2時間3時間ボートの3人は秒断尺までが船べりから顔を出してはためも振らず水平線の陸泳を眺めて暮らしたがクルスの予想は見事に的中して青がすむ陸の姿は刻一刻その面積を広げていくように見えたのである。 この分だと明日あたりはぐっと海岸に近づいて漁船かなんかに救われるようなことになるのかもしれないありがたい命拾いをしたぞだが待てよ大曽根は有頂天の喜びが過ぎてやや冷静に帰るとひょいとそこへ気がついた 命拾いを喜んでばかりいられないことが分かってきただが助かるのは俺一人というわけじゃない男爵のやつもご同様に救われるのだあいつの病気もどうやら持ち直したらしいから上陸して病院にでも入ればすっかり元の体にならないとも限らぬすると 例の遺言状は保護当然になってしまうんだ。せっかく我が物になった百万円の財産と美しい京子さんが不意になってしまうんだ。いこいつは一つ考え直さなくちゃならないぞ。大そねはそんなことを素早く考えめぐらしながらじっと。 革帯の先にぶら下がっているピストルのサックを見つめていた「<laughs> 俺はまあなんて用心深いんだろう」「ちゃんと二発だけ弾を残しておくなんて」<laughs>「彼はゆっくりサックのふたを開いて ピカピカ銀色に光る大型のピストルを取り出したおや大曽根さんまた魚を撃つんですかクルスが気源顔に尋ねると大曽根はじっと相手の目を見つめながら妙なことを言い出した君 俺が名射撃手だってことは知ってるだろうね。俺はね、10メートル隔てて、トランプのカードの星を射抜くことができるんだぜ。だからね、彼はそこでニタニタと笑って、こうして君の顔を狙えば、左の目でも右の目でも、 お望み次第瞳の真ん中へ穴を開けてみせるよ。言いながらピストル持つ手がじりじりと上がってぴったりとクルスの顔に狙いが定められた「あはははは」冗談はおよしなさい目玉へ穴なんか開けられてたまるもんですか。あははは。 クルスはおかしくてたまらぬように笑い出したがその笑い顔がみるみる今にも泣き出しそうな10面に変わっていったいけない何をするんですもう悲鳴であった打つんだよ大曽根はピストルの狙いを定めたまま冷ややかに言い放った。 君を生かしておいちゃ俺にとって少し具合の悪いことがあるんだ気の毒だがひと思いに心臓を狙うよわっという悲鳴グラグラと揺れるボートさっと上がる水煙と銃声とが同時であったクルスが筒先を逃れて海中に飛び込むところ追い打ちに肩先へ命中した弾丸 浮きつ沈みつボートから遠ざかっていくクルスのワイシャツの上半身がみるみる真っ赤に染まっていく大曽根君、気でも違ったのか声に振り向くと渋滞の有明男爵が思わず半身を起こして真っ青な顔でこちらをにらみつけていた気が違うもんか俺はこの通り冷静だよ 大曽根はニヤニヤ笑いながら今度はピストルの筒口を男爵の胸に差し付けたな何をする白っぽく憔悴した病男爵の目と殺意に燃える悪魔の目とが互いの心の底を射るようにじっと見交わされたうん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 。うんうん 男爵閣下君もおめでたい男だね君はこの俺が女を横取りされても一向平気で友情を持ち続けるようなお人よしだと思っていたのかい友情どころか毎晩毎晩悔しさに歯ぎしりかみながら復讐の機会を待っていたんだぜ男爵閣下分かったかね 君はそれとも知らず、俺にとんだ遺言状をくれたもんだね。財産は差し上げます。女房もどうか可愛がってやってくださいとね。この俺にだよ。今君を殺そうとしている、この俺にだよ。はっ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 は。悪人。悪人。 男爵は逃げ出そうにもその気力がなくただ身もだえして心の底からの憎悪に血を吐くような声で相手を罵るばかりであったおおいかにも俺は悪人だよどうかこの恨みを忘れませんようにこの世の極悪人になれますようにと悪魔大王にがをかけていたくらいだ悪人と言われて 俺は嬉しいんだよ。だが安心したまえ君の女房は思うさま可愛がってやるからね <laughs> さあ男爵この世のお別れだゆらゆらとボートが揺れてピストルの筒口が白い煙を吐いたかと思うと 男爵のワイシャツの胸にぽっつり黒い点があらわれそれがみるみるどす黒く広がってやがて真っ赤なボタンの花をひらくころにはひがい者のからだはくなくなとふな底にのびてもううごかなくなっていた。 さんさんと降り注ぐ秋の陽光今日もまた一点の雲もない青空ゆったりと船を揺るがす波また波うらうらとのどかな大海原であるその太陽のただ中を消し粒のように見えるボートは二重殺人の下手人 大曽根五郎の冷ややかな笑顔と被害者有明男爵の血に濡れた死骸を乗せて潮流の間にまにはるかの陸営に向かって何事もなかったかのように静かに流れてゆくのであった」。